ジャニーズ推し TBS プロデューサーが批判。退社の可能性も賛否両論。ネット上で議論が交錯している。11月末に皆様に大事なお知らせをいたします。僕個人に関することです。TBS のプロデューサー上田博樹氏が10月30日の未明に自身の SNS の X を更新。 個人に関する大事なお知らせを予告したが、上記文言以外には全く言及せず、内容は伏せられたままだ。上田氏といえば、木村拓也と時は高子のダブル主演、u t ー f u フルライフ、中井正宏の、アテイル、広瀬鈴主演で相手役にキング、リンチェプリンスの、長瀬角が出演した夕暮れに手をつなぐなどを、手がけたなプロデューサーだあが。 10月15日、元金プリの岸優太、平野市洋、神宮寺優太が、滝沢秀明氏が代表を務める、とべ、の中で、新グループ、ナンバー I として活動していくことを配信で発表した直後に、上田氏は、まあ人それぞれ都市会員用がない。是非もない。ただ、俺は連会いたん。そこは不変。と X で明かしている。 レンカイタンとは現在もジャニーズ事務所に残り金プリとして活動を続けている長瀬連橋山のファン通称だ。名前は出さずとも、辞めた元金プリではなく現在の金プリを応援すると公言したような形だ。さらに続けて、人って道を踏み外すと顔つき変わる。元仲間が困っている時に背中から切りつける真似は僕は好きじゃない。 と個人的感情を丸出しで投稿したが、その後当該ツイートは削除している。そして一般ユーザーから、小さいし想像力のかけらもないです。ね。双方に失礼です。という批判のコメントが寄せられると、上田氏は、タイミングは他にあっただろうと僕個人は思いますけど、ね。他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね。 まあ、それは個人的意見で、彼らの幸せを祈ります。触れることはないですよ。と返信これは30日時点では削除されていない。一方で、自分もはっきり言って飛べは恩をあだで返している感じがしてよく思えない。と上田氏の意見に賛同する投稿も、まさにネット上では賛否両論が入り乱れている。 TBS は報道特集などで旧ジャニーズを徹底的に追求し検証した。新社長の東山紀之氏が元ジャニーズ JR の男性にお前やられてこいよと言ってジャニー北川氏の性考えに加担するような発言をしていたことも取り上げた。これまでの TBS とジャニーズの関係を白紙どころかもはや敵として認識しているかのような報道の仕方でした。 そんな局の考え方に反して、上田氏は未だジャニーズ推しを続け、退職組を批判するような言い方をした。局内で問題視されてもおかしくないと思いますし、退社を考えている可能性もありますね。テレビ局関係者。ジャニーズの性加害問題が明らかになっていく中で、別の事務所に移籍、あるいは独立したとしても、批判されるべきでないはず。だからこそ、 テレビ局のプロデューサーという立場の人が堂々と反したとなれば、物議を醸すのは仕方ないのかもしれない。